タケルでチューブです。2023年8月発売の美少女プラモデルで、バンダイ商品は発売日が確定しましたので日付順に、他のメーカーは8月発売予定商品を順に見ていきましょう。販売内容に変更がありましたら情報を更新し、週間情報や登録者カレンダーでお知らせいたします。最新情報は登録者用カレンダーにて情報を公開しておりますので、チャンネル登録と高評価後にご覧ください。それでは見ていきましょう。13ミニッツシスターズ、シアナ、アマルシア、リバーチェフォーム、税込み価格3520円。フェイスパーツにはタンポ印刷を採用、シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめる。ヘアスタイルパーツは新規のウェーブロングタイプ、水中装備をイメージしたアーマーが付属、腕部アーマーは開閉可能。フィギュアライズスタンダード、ノワール、税込み価格4620円。印象的なジャケットは着脱が可能、ハンドパーツの選択により袖から手を覗かせるこだわりのポーズも劇中さながらに演出。表情パーツが3種付属し、タンポ印刷、水転写式デカールによりキャラクターの表情を繊細に表現。13ミニッツシスターズ、ルルチェ、カラー C、 税込み価格2530円。組み立てやすさ、作業動線を意識し最適を追求したランナーのパーツ配置によりスムーズな組み立てが可能。フェースパーツにはタンポ印刷を採用、シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめる。フェースパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツは部位ごとにラインアップを展開。13ミニッツシスターズ、イルシャナ、カラー C、 税込み価格2750円。両手に装備したクラブはジョイントパーツで連結可能、翼をかたどったバックパックは稼働し表情豊かなポーズを表現できる。髪飾りパーツや武装のデザインも相まって小悪魔的、可愛らしさを演出。オーブアマテラス、レガリア、税込み価格7700円。武装も一新、王の装束を彷彿とさせるレガリアと命名。フェイス、髪、胸などがアマテラス用にデザイン&造形され、スサノオとも違う強力な存在感を発揮。オーブスサノオよりコンパクトにまとめられた新設計のレガリア装備は組み立てやすくかつ派手なシルエットを形成。特徴的な武器パーツや肩にかかる大きなケープパーツは組み替えにより大きく形状を変えることが可能。フレームアームズガール、キューピーミニイノセンティア、税込み価格3630円。島田文兼氏が美少女化したイラストをもとにデフォルメスケールで立体化、全高約 68mm の極小サイズながら全身26箇所が稼働、新規塗装済みの2種類の顔パーツが付属。正面向き通常顔、正面向き泣き顔。フェースパーツはフレームアームズガールシリーズと互換性があり、左向き、右向きの瞳、デレ顔などの複数のデカールが付属。 SOL ラプター、税込み価格7480円。既存 SOL シリーズ2体の武装をミックスし、さらにラプター用の新規武装パーツを追加したボリューム満点の強化型キット。頭部も本商品用に新規で設定、長い3連ポニーテールが特徴。新規デザインのマーキングをはじめ瞳などのデカールが付属。1キャラにつき3種の塗装済み顔パーツが付属。一部アーマーパーツはミミズク型メカに組み替え可能。クラーケンドレス、ラーニア、デラックスバージョン 1.2、 税込み価格9680円。バージョン 1.2 では表情パーツのプリントを一新、新規デザインとなり、素体は同シリーズアイシス基準に変更。クラーケンドレスの各部も調整、クラーケンテンタクルスの触手パーツとフードが頭部に装備されることでラーニアのアンマ降臨状態を再現。頭部横に装着したクラーケンソードパーツは手持ちも可能。バリアブルファイター、ガールズ、マクロスデルタ、 VF31A、 カイロス SP、 税込み価格9680円。機体主翼にハードポイントを設置し、自動制御メカルアー、マグロスの機体装着が可能。またガウォーク時の脚部関節構造を見直し、自由度の高いポージングが楽しめる。ガールの彩色済みフェイスパーツや機体ナンバリングにマーキング、ガール用の瞳も水転写デカールで付属。砂の家、サオリ、
税込み価格 14,850 円、フル稼働眼球ギミックによって両目を自由に動かすことができ、フェイスパーツと組み合わせることで豊かな表情を表現可能。爆炎クリアエフェクトパーツとファイアボールクリアエフェクトパーツにはそれぞれ蛍光素材を使用しており、ブラックライトを当てると発光。胸パーツはプニプニの食感を堪能するためにシリコン素材を採用。砂の家シクラ、税込み価格 14,300 円。5本指それぞれ稼働する巨大パンチンググローブが付属しており、お好みで表情をつけることが可能。爆炎クリアエフェクトパーツとファイアボールクリアエフェクトパーツにはそれぞれ蛍光素材を使用しており、ブラックライトを当てると発光。砂色ジオラマ台座は複数の小さい石くれに分解することが可能。登録者限定カレンダーは YouTube の外部 URL 制限により直接概要欄に貼り付けることが現在できませんので、チャンネルトップのこちらから Twitter にジャンプをお願いします。 Twitter のトップにまとめています。ご活用ください。では次の動画でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。